グローカルクロストーク、イエーイ。はい、このコーナーは、グローカルマーケティング採用チームの私遠藤大志が、社内のいろんな人とからお話を聞いていこうというコーナーです。今日はこの9月からご入社いただきました、はい、営業部の小見さんに来ていただきました。よろしくお願いします。お願いします。この間までね、動画見てた側の、そうですね、 YouTube で皆さんの配信を見てました。この間まで。そうですね、はい、この9月1日、今日撮影してるのは9月13日ですけどもう約2週間、うん、ですね。どうですか。やっぱり一番最初の印象深かったのは、やっぱ皆さんの仕事量がすごい多くて、なんか忙しそうにすごい大量の仕事をこなしてるっていうイメージです。ああ、そうか、はい、今も今も、はい。まあね、まあでも確かにね、まあ、いろんなところでね、うん、いろんな人がいろんなお客さんの前に来たりね、うん、いろんな作業をしてとかっていうのはあると思うけれど、まあちょっとね、ざくばらんに、はい、この入社してみてどうとか、そもそもなんでこう入社するにあたったのか、うん、至ったのかみたいな部分を、はい、今日ちょっとこういろいろお話聞かせてもらえればなというふうに思うんですけれど、はい、まずは、出身も長岡なんですね。出身は、はい、長岡市の、旧三島町。三島町出身で、はい、そう、同級生なんです、うん、同学年、ね、はい、年が一緒です、ね、そうそう、同い年 で、はい、で共通の知り合いとかもね、そうですね、はい、そうそうそう、途中で、はい、分かってびっくりです、ね、そうだけど、そう、ね、だから長岡にはもともとゆかりがあって、うん、まあ、長岡、はい、新潟にはもともとゆかりがあって、で学校も長岡市内のところに通っていて、そうですね、はい、長岡でした。で卒業して就職して、最初は最初就職した時に東京に、はい、来ましたね。全国の転勤がある会社だったんですね。そうですね、はい、転勤としては全国あって、最初は東京で、うん、その後名古屋に行って、名古屋に、でその後大阪行って、大阪から転職で長岡に来たので、はい、流れてます。なるほど。じゃあもう名だたるね、日本四大都市だもんね、東京、名古屋、大阪、長岡はね。ですね。そういうところでこう仕事をまあしているっていうわけで、まあ、もうこれからね、また久々の長岡に帰ってきて、だから何年ぶりだっけ、長岡に来たの。働き始めて4年、まあ、半くらいです、ね、4年半経つわけだもんね、はい、4年半ぶり長岡どう。まあ、街並みっていうか、あれは懐かしいなっていう感じなんですけど、うん、やっぱり4年半もいなかったら、ちょこちょこ新しいお店とか入ってきたりして、ちょっと若干雰囲気が変わったなっていうようなイメージですかね。なるほどね、はい、結構こうさ、今までは土木関係の仕事、うん、土木の現場監督の仕事をやってきてて、はい、なるけれど、それこそでも新しくできてるお店とかが、今後こうお仕事するお相手に、ね、うん、はい、なるかもしれないっていうのは、はい、ちょっとどう、それってどんどん変な感覚。いや、まあ、やってみたいなっていう方が強いですね。あ、はい、嫌ではないですね、やってみたいって方が。このお店盛り上げていきたいみたいな、ね、うん、はい、ですね、うん。で、まあ、それこそ今言った通りで、もともとは土木っていう、はい、こう、まあ、言ってしまったらマーケティングとあんまり縁のなさそうなところにいたわけだけど、マーケティングとか、はい、その当社に興味を持ったきっかけって何ですか。きっかけは、まあ、一言で言ったら、まあ、面白そうだなっていうのがあってでも単純明快で素晴らしい、はい、そうですね、まあ、何が自分その面接とか受けさせてもらうときに何が面白いのかなって、なんでそう感じたのかなって自分で考えたら、やっぱりまあ一つは、まあ、いろんなお客さんと触れ合えるっていうのと、うんうん、あとはその何ですかね、マーケティングっていうこと、マーケティングっていうのはどの業界においても絶対ついて回ることですし、うんうん、でそれはまあ今後も、まあ、時代はどん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 変化していっても、その僕の中でそのマーケティングっていうスキルがすごいなんか根本的、いつの時代においても通用するスキルだなっていうのを感じて、うん、まあ、そこがすごい興味を持った理由っていうのが、なるほど、ね、やっぱり
もう仕事としてお客様に、まあ、うちの会社でもそうですけど、お客様の役に立つ、お客様の売り上げアップするっていうので、うんまあ、その仕事が直接お客さんにまあ利益を与えて、それで喜んでもらえるっていうのは、そんなこんないい仕事はないからなるほどね、はい、なるほどね、考えましたね。マーケティングがそもそも好きだし、マーケティングを使って仕事にできるのは最高だよね。そうですね、はい、楽しそう。なるほどね。でもそこはあの代表だから思いは一緒なんですね、うん、その代表、あの代表の今井と言いますけれど、うん、は学生時代に中小企業診断士っていう資格の勉強をしていて、その時にマーケティングという科目であって、うん、マーケティングって面白いと、これから絶対マーケティング大事だなっていうふうに思ったっていうところが、うん、結構感覚的には似てるのか、そうかもしれないですね、はい。でこうまあ、マーケティングって一口に言っても、うんはいまあ、いろんな領域があって、うんまあ、いわゆる販売促進みたいなのもあれば、はいはいはい、その広告とかね、はい、そういうところもあったりとか、はい、やれウェブみたいなところとか、うんまあ、でそういうふうにやってる会社さんって、はい、言っても新潟県内今いろいろあるわけじゃない、うんはい、あの国代理店さんもそうだし、はい、ウェブサイトを作る会社さんとか、はい、ある中でこのグローカルマーケティングにこう絞ったという、はい、を選んだ理由はどういうところだったの？グローカルマーケティングに選んだ理由っていうのは、まあ、そこはちょっとあのマーケティング動向って話とはちょっとずれるかもしれないんですけども、うんまあ、いろんな会社があって、で元々は最初はニャドーカに持ってくる気はなくてです。ああそうだよね、はい、そうだよね、うん、で、まあ、なんで選んだかっていうと、たまたま、まあ、地元でもそういうマーケティング会社っていうのが、うん、元々東京大阪とかで、そうですそうですそうです、マーケティングの仕事できないかなって話したんですね、はい、そうです。でその中で地元でもそういう会社、マーケティングの会社っていうのがあるのかなっていうふうに考えて調べてみたら出てきて、グローバルマーケティング、うんうん、で、まあ、ホームページ見てすごいいいなっていうか惹かれたんですけど、やっぱりなんかいろいろホームページ見ていいなと思うところだったんですけども、なんかまあ全部が結局は、まあ、目的はお客様の売り上げアップっていうところにゴールがあって、でもうマーケティングもまあいろんなさまざまなことがありますけど、それはもうあくまでなんか手段しかないと言いますか、うんうん、目的は本当に、まあ、うちはマーケティングができるマーケティングがありますけども、本当の目的はまあその地域創造であるとか、うんお客様の売り上げアップであるとか、うん、そういった目的がなんかはっきり伝わってくるようなホームページだったので、そこがすごい印象的でいいなというふうに思いました。なるほど、ねはい、それでこう応募してくれた。あそうですね、はい、なるほど。でも結構そういう目的とか、うんうん、その事業目的とか、うんうん、あの会社のビジョンとか、はい、方針とか、はい、そういうのってやっぱ結構注意してみた。そういやどちらかって言われたら、まあ、一応見てはいたんですけども、なんか本当の意味で理解できたかって言われたらそうでもなくて、うんうん、グローカルマーケティングのホームページを見てなんかそこすごく大事だなって、はい、あなるほどね、気づかされたというか、でも振り返ってみるってやっぱ大事、はい、そこってそうですね、特にそうですね、はい、すごく大事だと思います、うんうん、それがやっぱあることでやっぱみんなのなんか方向性が揃うというか、うんうんはい、すごい大事だと思います。それはあるよね、うん、こうこう僕もこう、うん、採用の場でこういろんなこう採用活動というか、うんはいあのまあ、就職活動、はい、学生の皆さんの就職活動とかの場でいろいろこう触れる時に言うんだけど、はいはい、その事業目的とかさ、うんはい、会社の経営方針に良し悪しはないじゃない、はい、別にその どうやいう方針掲げてるか偉いとか、うんでないけれど、はい、でもその自分のこう価値観とかそういうところに共感できるかってやっぱすごい大事なことで、はい、結局何のために仕事してるのって聞かれたら、うん、結局ビジョンを実現するためとか、うん、目的を果たすために仕事してるっていうのが詰まるところだと思う、はいはいはい、そこにねこう共感できるとかそういう思いを持って仕事できるってすごい大事なことだよね。そうですね、お互いにそうです、会社としてもそうですし受ける方からしても、うんうん、そうですね、そうだね、はい、そうだよね、いやすごい大事だと思うから、うん、だからこれってこうこれから就職活動とか、うんはいまあ、それはそのキャリア採用でもそうだし、うん、新卒採用でも同じだけれど、はいはい、探してる人ってやっぱ結構大事にしてほしいよね、うん、そうですね、はい、大事な職選びにおいて、そうですね、大事なところですね、そうだね、うん、で、まあ、入社して、はいまあ、2週間ぐらいかかって、はいまあ、営業部に配属に、はいなってまあもともとそれは知ってたけれど、ねはい、となって、まあ、仕事をしてもらっているわけだけれど、まあ、営業の経験もこれまではなくて、うん、そうですね、はい、営業って感じは、はい、ないですね、そうですね、はい、楽しみですか？
楽しみですね。言わせたみたいな。いや、もちろんなんか新品も皆さんがバリバリやってっていうのは、うん、もう圧倒されるんで、ね、できるかなっていう心配はあるんですけど、うん、楽しみですね。そうだよね、はい、何よりそのマーケティングに触れてっていうところを本当に楽しんでやってもらえればなっていうふうに思うし、最後にじゃあこう、このグローバルマーケティングで、はい、こういうことしていきたいとか、はい、こんな風に自分が成長していきたいとか、なんかそういうところがあれば、はい、ぜひ聞かせてもらえると。はい、わかりました。僕もやっぱりさっきの、こう会社のビジョンっていうところ、うん、まあ、お客様のためにっていうところがあって、で、まあ、もちろんマーケティングが今が好きでマーケティングっていうのをやりたくて入ったんですけども、本当に、まあ、それはあくまで手段であって、うんうん、だからマーケティングは極端に極端な話では別にマーケティングに限らなくてもいいのかなっていう思いがあって、うん、でそれこそ、まあ、新規事業とか、うんうん、まあ、本当に飛躍したというか、まあ、極端な話ですけども、もう何ですかね、あんまり、まあ、抽象的な話に結局なっちゃうんですけども、そのマーケティングとか自分の会社でできることっていうことにこだわらずに、うん、まあ、いろんなことに挑戦して地域を、会社の地域を盛り上げていきたいなというふうに考えています。いいね。そういう盛り上げる姿勢がねやっぱり大事だと思う。結局そのどれだけ理論とか並べたのでも、それをやろうっていう思いとか熱意みたいな部分が成し遂げられないことがほとんどだと思うからね、ぜひ一緒に、はい、やっていきましょう。同い年だ。同い年だ、ね、楽しみです。まあ、いろんなこうクラブをぜひ共にしながら、はい、整理をやっていけるというふうに思います。お願いします。ありがとうございます。ありがとうございます。ぜひね、見ていただいている方も、当社のホームページにはいろんなそういう情報とかもね、載ってますんで、ご覧いただきながら、また、OB 訪問とかそういうものも受け付けておりますので、グローカルで働いているメンバーから直接話聞いてみたいという方は、どしどし、ぜひお問い合わせをいただければなというふうに思います。ということで、今日はこの辺で締めたいと思います、はいはい、ありがとうございました。皆さんありがとうございました、うん、ご視聴いただいていいねと思っていただけた方はグッドボタン、それからチャンネル登録の方もしていただけるととっても嬉しいです。ではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。